誰も知らないフィクションを超えて名もない物語を開け生したらスライムだったケン「デンスラジオ」見上げて。 スライムだったケンティンスラジオパーソナリティの岡崎美穂です。はい皆さんこんばんは。アシスタントパーソナリティの熊田亜奈です。

時期なのかもしれない美穂の中でそうそうそう妖怪の挨拶っていつもおはようございますなんですよなるほどそういうことか五月病とかじゃないんだね違う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 。あ、やばやばよからぬ誤解を違うよ元気やかんねよかったよ元気大丈夫よかったよあのね有り余ってるめちゃくちゃ元気じゃ燃え尽き症候群とかないんだろうねきっとあかねちゃん燃え尽き症候群ってどういう時になるの例えばああ頑張ったってなった後に

そっか寝るって言ってたじゃん。はい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 。一種の燃え尽きなんじゃない？そっかリムル様のスリープモードみたいな。そうガンガンスリープ。大丈夫ですか？寝る。寝たら元気になるからね。そう。いいことだよ。いいことかな。いいこといいこと。寝たらその分元気になるから。寝てる大丈夫。お年？本当に寝てる。ああよかったよ健康だったね。何時間以上寝てるから大丈夫？よかった。じゃああそうだなんかここによからんだこと書いてあるけど読んだ方がいいかな。 いい前回ゲストの千ンボさんのなんだこいつらっていう顔すごく良かったですねでででんセンボンさんのなんだこいつらえそんな顔してました,しました <laughs> ちょっと <laughs> お前らじゃないお前らじゃない <laughs> お前らって言われたサス<セ>さんに千 <laughs> ンボンさんはいや嘘

フェイスラジオはい改めまして岡崎美穂ですはい改めまして熊田朱音ですはいフリートークお<う>何喋るえーちょっと気になったことがあるのよ怖い朱音ちゃんがだって気になったことって言い始め <laughs> <え>まあいいお話だよいや今日あの、うん いつもねこのテンスラジオの前にメイクさんにメイクをしていただいてるんですよラジオなのに豪華なんですよそう本当に豪華なんですよでね結構毎回一緒の楽屋なんですけどそうそう今回ね別の楽屋だったんですよ個室個室みたい多分隣だったんですよねで私メイクしていただいてたら隣からすごい規制が聞こえてきてんなすごい規制が噛んじゃったよすごい規制がうんなんかえみほちゃん って思ったんだけどなんか言ってた。うんうんなんかあやわーみたいな。なんかすごいなんかあのあのすごい生物みたいな何かがいたんだけど。なんかあのメイク中に音楽を流してもらってて、それに合わせてうわーみたいなの言ったけど。えそれのこと。絶対それ。え？ よかった万が一これ美穂ちゃんじゃなかった場合があったからさあ<ー>別のスタジオのねちょっと見えない何かが痛むかもしれないかよかった一応美穂ちゃんかでも規制ではないよ私の中ではレベル2とか 2>、うん、規制っていう概念どこに置いてきたのだけど規制っていうのはさ <laughs>、うん、もっとなんかこうなんだろう自分,自分じゃなくなる時に発するものでしょあじゃん。っもう全然とどまってるああえそのさ 歌を聞いててうわうわーってなったのはどうしてなのえ、なんかなんか高いコーラスみたいなとこあるじゃんはいはいはいはカモリみたいなそういうとこ好きでさあーこのメインのとこの裏で流れてるなんかところに合わせてやったらちょっと外れて上行っちゃったみたいな感じ怖いなあかねは規制は発しない人ですかなるべく発さないように生きてるよ嘘だ絶対嘘だ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 なんでその自信持って嘘なのいつもメイク部屋盛り上がってるもんそれも盛り上がってるだけだからすっげえ� <laughs> 走ってみてクさんのめちゃ,くちゃ仲い,いかん,んじゃなんかいい感じのタイミングで「あ、うん って言ってみてそれ別の楽屋でハモったら嫌だよねうちは分かった裏でハモるけあじゃあ規制聞こえてきたらハモってぜひこうするわ何の話よかったでもみほちゃんでよかった私だと思うよああとは言ったよかったちょっとねここに住んでる魔物とかちょっと怖かったなと思ったからそしたらリムルが食べてあげるよよかったすごい心強い補食してくれるのか大丈夫だじゃあ普通を食べに行こうか行きましょう きした。い。じゃあ、雑談読ませていただきます。はい。えー、ラジオネーム森で発見リムルッチさんからいただきました。<い>ありがとうございます。ますアニメみたいだ。<laughs> 確かに。<laughs> はい、えー、岡崎さん熊田さんテンスラワン。テンスラワンラは。はい。十一月の劇場版を楽しみにしていた身としては、うん、このタイミングでテンスラのラジオが始まってくれたのはすごく嬉しいです。かしかも三十分ずっとハイテンション＆マシンガントークで聞き終えると。 いい意味で使かれます。 いい意味でねいい意味でねうんありがとうところでテンスラジオは番組グッズは作らないのでしょうか他にも A&G の番組をいくつも聞いているのですが番組ごとに特色を活かしたグッズを数々作っていますよそうやんないつも映像に映り込んでいるスライムのリムルなどグッズのベースはすでにありますよね確かにお二人の特色も生かしたグッズぜひ作ってください個人的には二人の掛け合いがすごく面白いので名言的なものを使ったグッズなどいかがでしょうかへーとのことですよ嬉しい え、作りたいです作りたい作ると番組が長持ちするかなえ、そんなことあるのスタさんが笑って本当いやだってこれでさグッズがバカ売れとかしたらさグッズ先行でそうそう引っ張っててもらうって手があるのもうバズらせようぜ先輩やりましょうよそれはえ、どういうのが売れやすいですかそれはだってラジオのプロに聞いたほがいいよえ、なんかある作りたいっていうの えどっちかっていうと、うん、みんなが使いたいに合わせた方がいいでしょああそうだね完全に私はもう売るよ先 <laughs> 方 <laughs> を考え出してくれてますそうそうそう,そうだから、うん、やっぱ結構テンスラは、うん、あの男の子も女の子も、うん、しかも年齢層も幅広く見てくださって言うじゃない、ね、老若男女だからつまりつまり <laughs> どういうつまり どういうものがいいんだろうえ、待ってじゃあ私ねはいすごい作りたいものがあるんですようわ、なんだろう番組テーマソングうわ、急ななんか来たねこれやりたくないやりたいけど2人の掛け合いが面白いって言ってくださってるじゃないうんえ、ラップラップえ、でんかっえ、いいじゃんよ、よ、あかね、元気してるいやいや、なんすかって先輩に言っちゃダメなんすかはダメいや、勉強したぜ古川さん呼んでこない 学ん,、まあ、んだことね学、まあ、んだことほしさっきのだってほら千本木さんのさなんだこいつらって言ってたよ <laughs> <laughs> い,い,いいふんで全然思いつ,いいつ聞くんだようちらはさ収録楽しいよ収録めっちゃ楽しいけどさ <laughs>、うん、寝る前聞けらんやろ何え通学中とかいや僕もほらラジオのな,なんていうの,あの使ってもらうの途中のそれはもうちょっとさ普及してからでもやりたいけどね、えー

ロールペンみんな使うやろ勉強しとっても勉強しとらんくても働いとってもそうやなくてもペンは使う確かにペンはいいねファイルも使うあクリアファイルねそうそうそうあそれはいいねとかキャラクターのデザインされたそうめちゃくちゃいいじゃんいつかもしくはなんかイベントとかができた時に着てますっていう着てますっていう T シャツうわ私たちが見てて嬉しいやつそう すごいじゃん先の先まで考えてグッズのこと考えてくれるやっぱこういうことしていかないと番組ってなかなか続かないかそうなんすねテーマソングとか言っちゃいけないですかテーマソングはもうちょっと番組が安定してからなるほどなるほどそうなんすねそうかそうか安定してからかまずボールペンとかなんかクリアファイルとか作りやすいとこからジャブってことあーいいねいいねなんかあとあれもよくねコースターとか使うやろみんな なあ、使ってないがな。コップ <laughs> あれやろあのー、<laughs> 机湿らせてるやろ <laughs> そこに一個コースターいかがですか <laughs> すごいあの今日方言めちゃくちゃ出てるよ。あ <laughs> どうしますかって。えみほちゃんこんなに方言の子だっけ方言の子ってないよね <laughs> <laughs> あれ今までの、今までの知ってた美穂ちゃんの、うん、今日100倍ぐらい出てるんだけど。あ、でも、今日はそういう日なのかもしれないね。 規制が出たり,出たり、ね、方言が出たり。昨日まで違う帰ってない。<昨日> <laughs> <laughs> ゴールデンウィンカーキャケド違う。<laughs> <laughs> えー、このこのレベルのさ方言はさいろんなラジオでも出てる？出てるんじゃないかな。あじゃあ知ってる人は知ってるんですね。あじゃあ第七回にして方言が出てきた。うんえー じゃあ私ちょっと今ドキドキしちゃってるよわかんないなんか商売気が出てきたから方言が <laughs> 商売機が売り込む方言が出てるのかそう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 そ,うそっか,かもしれないけどじゃあ私もまた新たな美穂ちゃんと一緒に頑張ってくわ頑張ろうオッケー。いー, <laughs> ーよしじゃあグッズもちょっと進めつつね、うん、皆さん展開を楽しみにしていてください、はい、お願いしますお願いします <laughs> ということでご紹介は以上です引き続き私たちへの質問や番組の感想をお待ちしていますはいではこのまま最初のコーナーです、うん、今更テンスラーハイライト <laughs> イエーイはい、えー、この4月からは、うん s イレブンでも第一期の再放送がスタートしておりますがそうですよそんな点すらを見直していくコーナーですおではですね届いた感想メッセージをご紹介します今回はですね5話と6話の感想です5話と6話いいですよじゃまず5話の感想からいきますねラジオネーム千代子玲トさんからいただきましたありがとうございます第5話ではベスターという人物について書かれていますベスターねやってきたことは悪いこととはいえ スターが王に抱いていた期待に応えたいという思いはなんとなくわかるなと、うん、なんとも言えない気持ちになったのを覚えていますベスターね、うん、最初やのやつだったけどね今じゃもうめちゃめちゃ信頼置いてますから、うん、そうなんだよね、うん、なんか人間らしさの塊みたいな人物だよね、うん、塊だねなんかその王とのや,やりとりでさ、うん、あのまあ、飛ばされたのがね、うん、怪人だったけど、うん、その結局本当は王が一緒に仕事をしたかった本当のことを言って欲しかった ベスターのあのシーンが、うん、やっぱ私こう何度見ても。うん、うるうるっとしちゃうのよ。そうだね。なんかこう、ベスターって。 嫌なやつだなっていう見方もできるんだけどなんかすごい人としての的を得てるというか誰しもやっぱりこうベスターみたいな心を持っちゃう時がきっとあってなんか比べちゃったりねそそそうううだからでも結局ねやっぱりこうあっすぐ生きた方がいいんだなって思わせてくれるというかあかね大人やもううちなんかアフレコした時なんやこいつ なんんか出てててきたたぞもううううううリムル目線は嫌だだよねねねそそそそ怪怪人人とさっっ思けけどをこ入れるわじゃでも確かに視聴者側から見たらさ表も裏も全部わかってるからさやっぱそういう見方ができるよね敵にも敵っていうかまあそういうなんかちょっと憎めない感じにやっぱり思えますよね。 だから成功をさ切り刻んでるじゃんこのラジオだから失敗談も見せないとみんなが嫉妬しちゃうんだろそうそうなるほどねそうそうそう失敗だから失敗なんかしたことないけどあの毎回来るのあかねあれ先輩になんすかって言ったのこのテンスラジオが始まる前に毎回ね仲良しのスタッフさんから言葉遣いにだけ気をつけていただければなんすか事件じゃあのだってさ でも学んだのミホちゃん私何なんすかって先輩に言っちゃダメなんだって、うん、知ってるよ知ってたでもさあかねさ放送見返してたらさ、うん、なんかこっち側の人間だとかいう時に、うん、なんでって言ったらたまにの失言って私に言ってたけどあれ詳しくちょっと掘り下げないんだよね <laughs> なんでそこあれあったでさそんな失言したはいはい掘り下げるかなあれしたから<え>あれおかしいなとやっぱさ こういう時って仲間を増やしてた方がいいだよ、うん、そうだよねうちら出現しないシスターズだよね、うん、あそう出現しないシスターズだよ,だよねもう有名文句ある <laughs> <laughs> 文句あるあるかないよなじゃあ次のお便りいきますよいこういこう私たちはすぐ進みますから進んでいこうじゃあまだまだ5話のお便りでございますラジオネーム黄金スライムさんからいただきましたありがとうございます5話で一番印象的だったのは裁判のシーンです判決が言い渡された時はどうなるのと思いましたが結果リムルにとっては腕のいい職人を得られましたねその後村に帰ったらゴブリンたちが集まっていましたが受け入れてまた名前をつけさらに村作りも順調でこの スライムすごすぎと改めて思ってしまいましたこのことでございますまあ結果的にいろいろあったけど仲間増えたっていうところも、ねうん、増えたよそうだよねしかもすごい技術者だからさ、うん、やっぱりこっからの発展にめちゃめちゃ貢献してくれると思うし配信、うん、かっこいいよね 怪人もいいし、いや怪人もねいいよねドワーフの皆さんたちやっぱお声がお渋いのであーそうだね来るものがありますよね渋い声出したいよね私たちもえ行くそこ行きたいよまでも行けたら行きたいよね行きたら行きたいよねちょっと行ってみてよちょっとうんあかねみほやだ夜絶対来ないでね夜分かんないけど

そっかガゼル王はやっぱさんだしそっかおのさんに任せるかそうそうそう皆さんに任せるすか私たちの出る枠じゃなかったねこちらはうちらだうちらうちらの味があるもんねよしじゃあ続いて六話のお便り読ませていただきます6話6話何があったかなベースラジオ本当好きなんだよねえ、きじゃあ六話のお便りですねえ、ラジオネーム白クチュームさんからいただきましたありがとうありがとうございます第六話といえば熊田さん演じるエレンたちが何者かが詳は。 分かりますねファイターのカバルソーサラーのエレンシーフのギドというこれまたそう個性的な3人の集まりさらにこの3人の関係性も会話から独特だなと思いました確かにねこの中だとギドがまとめ役なのでしょうかこの3人での収録時のエピソードがあれば聞きたいですこれは聞きたいよ私もいやーこれねありますよあそうあのこう初めてのさアフレコだったっていうのがちょっと テンスラジオみたいななんか放送したんだけど、そう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 、うん、あの私めちゃめちゃ緊張しててね、うん、この収録の時に、うん、えっとね姉さんってアニメ内でエレンが呼ばれてるんだけど、うんだね、めっちゃ緊張してたら姉さん何緊張してるんですかうわ優しいー言ってくれてお二人が言ってくれたのうもう喜怒カって思いいったよね,ねなんかそういう風にこう皆さんが本当に助けてくれるから。うん なんかこうなんだろうなあのエレンもさ、うん、あのまあ後にねわかると思うんですけどこういろんな追い立ちがあるじゃんそうだね結構特殊な子なんですよ特殊な子なんですよね、うん、なんだけどさ、うん、やっぱりこうやっぱこの二人がいないとエレンってダメなのいやでもわかるよやっぱ守ってってほしいし<う>エレンのなんかどこにでもぶっ込む感じをやっぱ二人はさそれに引っ張られてなんだかんだ心地よく思ってるじゃんそう,そうなのこの子たちは、うん、でも優しいのよ そう,ね、そうそうそうこのね ここあー次のお便りにもねちょっとあるんでちょっと続いてきますよえラジオネームタイタンさんから頂きましたありがとうございますみほちゃんあかねちゃんこんばんはこんばんはえ第6話シズはリムルが運命の人しずと出会う重要な回ですよねえエレンたちの走って食ってな場面など見どころ盛りだくさんですが個人的にはやはりリムルの思念伝達でしずさんに平和な日本を見せるところが一番のハイライトかなと思います しずの見たかったその景色がとても綺麗で二人のやりとりも相まって大好きです、うん、改めてみほちゃんあかねちゃんからこのしずの話について振り返っていただけるともっと好きになれると思います、うん、よろしくお願いしますうん、うん、とのことでございます確かにこうテンスラ一ッを今まで見てきて、うん、この六話で結構急に人間の話になるというか、うん、そうだねしっとりした感じのうん、うん、になるからうん、うん、逆に三バカがいないと、うんうん ちょっとしっとりしすぎちゃうのかもしれないねなるほどなんかサンバカがさいい感じに明るいバランスだったり、うん、オーバーリアクションを取ってくれることで、うん、こう見やすいけど、うん、結構しずさんとリムルが揃って 2人の時って割とそうだかねしずさんもさ謎の人として現れるし、うん、まあねこれからちょっといろんな話もあるけど、うん、基本的にやっぱシリアスだなって思ってるから涙を結構なしでは語れない人物だから <laughs> 本当にねだからねサンバカがいてくれて助かったみたいなところは。 あるかもねしずさんも結構楽しそうだったじゃんそうだねやっぱこの第6話のところでさしずさんに道端で会ってねエレンたちが一緒に行けるってなった時に「もちろんだよ」みたいな「エレンが一緒に行こうよ」みたいな私ねあそこのエレンが大好きでさこの子ってこういう子なんだなって思ったそうだねやっぱりこう分け隔てなくというかすごく受け入れる許容範囲が広い子だからこの3人ってさあって来てさあって帰ってるけどその中でもいろいろと「 こ彼女たちの優しさがあるんだなって、うん、そうだねそう思ったね,確かにねすごい好きなシーンなのよはいということで今回はここまでです次回このコーナーでは七話と八話の感想が紹介します <laughs>、はい、めちゃめちゃなんか今日楽しかったねめっちゃ振り返れてね、うん、いいねどんどん振り返りもなんか鮮明になってきてるのでその先の感想もどんどんお待ちしております、うん、アニメを視聴したら話数ごとに感想メッセージを送ってくださいねお願いします <music> 捕食したのは、何でしょう?。はい、こちらはですね、えみほちゃんが捕食したものを当てるショートコーナーです。そうです、捕食するものはラジオネームカッパナバ…カッパマキさんです。<laughs> <laughs> からいただいたものでしょ、<お>集中してます。当ててもらうぞ。<お>じゃあ、食べるよ。はい、あー、うん。うん、うん。食べたよ。うん。お。しょ。わ<ー>。縮まった。開いた。ば。パ

バここバラバラで分かっっっったよこがここがねやっぱ必要だっねだだちちょっと,ちょっと今のめっちゃいい過去最高回だよこれ。 めちゃめちゃジングル感あったし、めちちゃくあ、噛んじゃったけどごめんねカッパ巻き、ありがとう。あの結構やりやすいお題で助かった。えっとこれから梅雨が近づいてくるので傘を手放せなくなると思います。え、ミホカ傘がどんな感じなのか気になる。あ、そういうことやった。梅雨風。バーン。え、ミホカ傘結構ここの反動がすごいです。ああ、あ開きの反動がすごいよね。そう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 。ということで嬉しい当ててもらえて順調順調。この調子で行こう。行きましょう。じゃあ続いてはこのコーナー。 ミホエルの人生相談室はいどうもこんにちはどうもこんにちははい答えられないことはないでおなじみのラファエルそんな存在に進化したミホさんことミホエルがあなたのお悩みに答えていきます答えていきますはいじゃあですねメッセージを紹介させていただこうと思いますはいわかりましたはいはいもうもうミホエルよもうミホエルのキャラ手羽がすごいからね安心してなってますねもうミホエルよいいですか聞きますじゃ読ませていただきますねお願いラジオネームに。 タンコブーストさんからいただきましたあり,ありがとうございますなってるね美穂さん熊田さんこんばんはこんばんは <laughs> メイッコのワードセンスが独特で、うん、うまく反応できないことが僕の悩みです、うん、ピタッとハマる言葉を言ってメイッコに笑顔になってほしいのですが、うん、即興でというのが難しすぎます、うん、先日は、うん、私私じゃない私バクテリアと誕生日一緒なんだと言われたのですが何、うん、というのが正解だったのでしょうか ということですね今回からあのミホエルの時にあの画面からうんちゃん消えますあじゃあちょっと今ミホに戻っていいあいったんミホちゃんメールの意味わかんなかったどういうことバクテリアの誕生日が一緒でってことミホちゃん一旦文面でも見よ私バクテリアと誕生日が一緒なんだバクテリアってさあのあれ水の中におるやつ多分微生物だねあ めっちゃすげえな天才じゃんって言われたんだってこの時まあ確かに返し難しいじゃん確かにこの時まあラファエルさんというかねミホエルさんはどう返すのかなあなたいいよで今回からね画面からミホちゃん消えますねなんでかっていうとミホエルなんでねあの私が脳内と脳内で脳内であの前回キャラ保てなかったのはごめんって思ってるけど消えるんさよなら

めいっ子は多分あなたより頭がいいのでそれを超えることはできません<あ>えなのでわからないときは何も返さずえ笑顔で笑って流しましょうなるほど笑顔で笑って返すんですねそうです言葉は必要ありませんははそこにはなるほどなるほどそっかそっかじゃあそのもう笑って返したら、ええ、めいっ子さんも笑い返してくれるとめいっ子はそういうものだあ、そっかそうだ。それでいいんですねそうだ何。何か返そうとするっていうのが そうだそうだななんかカンペ出てるぞミホイルさんことなかれ主義なんですか <laughs> 違うあのコミュニケーションに言葉が必要だと誰が言ったあそりゃそうですよ、ね、表情も立派なコミュニケーションだろそっかということだじゃあ笑顔で返したらいいんですねもう退場してもいいかなミホイルさんざ立ちつらいんだあ膝立ち何の話だろうあ,あ間違えたあなたの脳に直接語りかけているんだった <laughs> ミホイルさん ありがとうございます大丈夫かなはい以上ミホエルの人生相談室でしたえあ、おかえりミホちゃんあ、ただいまおかえりっていうかどこ行ってたのうんちょっと膝を膝を膝を使ってきたよあ、そうかおかえりおかえりじゃあ、締めよっか締めよっ以上、ミホエルの人生相談室でした oh 完成したらスライムだっとけテンスラジオ本日の放送もエンディングのお時間となりました番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますよはいふつおた感想のほか今さらテンスラハイライトみほえるの人生相談室みんなのまるまる自慢大会クイズ捕食したのは何でしょうですはいメールアドレスはすべて小文字でテンスラアットマークジェイオーキューアルドットネットテンスラアットマークジェイオーキューアルドットネットまではいそして番組ツイッターもチェックアカウントはアットテンスラジオアンダーーバ QR です、はい、ハッシュタグはハッシュタグテェンスラジオ全部ローマ字 字はい、アルファベットでございますそうですそんな感じです、はい、え最後にこの番組は YouTubeBS11 公式チャンネルでアーカイブ配信がございます、うん、おいえちょっとだけおまけもついているのでぜひチェックしてみてください、はい、え更新は1週間後超 A&G+ での放送翌週の木曜日を予定しておりますはいそして BS11 では毎週水曜0時から「テンスラー第1期」の再放送をしていますぜひチェックしてくださいと、はい、ということで 終わるけどなんか言い残したことあるかね。え？ある？うちはない。うちはない。私？うん。え？楽しかった？楽しかった。今日も楽しかった。なんか今日はそんな変じゃなかったね。あ今日は？今日。変じゃないいつも。えごめんごめん何でもないよ。いつも変じゃないよ。いやごめんね。えなんか今日なんかお姉ちゃんに感じましたあかねが。え？やだ。はいじゃあちょっと調子に乗らせるなここら辺にします。ということでお時間です。お相手は岡崎美穂と熊田茜でした。 せーのまた来週,た来週はい、テンスラジオ収録が終わってのおまけトークでござんすよおまけですいやー おまけなんだよいいおまけテンションおまけテンションいいよおまけはおまけのテンションがあるだろうこれねあのユーチューブで見ていると本編とそのまま繋がってんのよ <laughs> 恥ずかしいいやいいよおまけだもん大丈夫だよ、ね、じゃあ私たちも力の子、ね、みんなほらねえ脱力脱力ひっ乏くてそのように手をゆらゆら揺らしてええこれなんかするんけおまけってなんなんだろうね本編で話したりないこと話すかわかったうん どうんああグッズの話はいいじゃん続きをしようしよう結局私は売りたいあかねちゃんは面白いもの作りたい作りたいねなんかさもうちょっとグッズ案を出したいなって思ったんだけどなあかねちゃんはさ結構ソロの活動の方でもさいろいろさラインスタンプ出してたりさいろいろさかわいいの作ってるやんか。 あ、ない？あ、あ、ちテンスラジオにも分けてや、その、そのいいアイデア分けてや。<laughs> なんかあのすごい大阪のおばちゃんに分けてや。ちょっとぐらいない？<laughs> えー、<laughs> ありますよ。あんた？ちょっと、ね、今ちょうど自分の方の、うん、そのアーティストの,のグッズもね、初めて作ったとこなんですよ。うん、みんなチェックしてね、そっちも。ぜひありがとうございます。うん、そうそこで作ったのは、うん、えっとね、T シャツ、うん、やっぱね、マフラータオル。何それ？ タオルなんだけどちょっと細長いのマフラーみたいなわかったわかった汗拭きやすいやつだそう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 首からかけやすいですいいねライ参戦とあとえっとねシェーカーえ私体鍛えてるんだけどなるほどなるほどねプロテインもフれるシェーカーをね作って確かにあと缶バッジあ可愛いねリュックとかにねつけてそうあとタンバリンうおタンバリン タンバリンだけちょっとなんかまた買ってんねまたそうなのよタンバリンは何ライブ会場で叩いていいのそうそうそう今たなんかな、ね、か声出せないじゃない最後たくそう,いそう手が真っ赤にならないようにそうタンバリン託して いいねそうなのよテンスラジオにえと置き換えタンバリンはちょっとやめとこなちょっとね音のなるものは違うよねでもな缶バッチとかはさリムルそのまま丸いからさそうもうもうもう全部顔ねなんならうちら手書きでできるよね水色のさんいっぱりペッペッペってみんなでリムル様作ろうなにわかった私今回正解にね手書きでイラスト入れてんのお 今言ってくれたけどさ、うん、私たちの手書きで何か作るってなったらちょっとテンスラジオ感出るよね、うんうん、確かにねうちらが みたいな感じはあるねでゲストさんにも手伝ってもらったりとかもしできたら豪華になるさゲストさんにどんだけ頼るねんグッズはせめて頑張ろうやでもやっぱ嬉しいかもしれないよねもしなんかちょっと得点みたいなったね確かにねちょっとでもねもう丸とか点でもいいんだよ確かに確かにでもリムルぐらいなら絵はちょっと下手くそなんだけどだってーと棒と棒とね棒描いてもらうじゃんってやつそれでも個性出るかもしれないからね確かにねそれもいいねいいね じゃあ、まあま総括としては使いやすくて、うん、男女ともに使えて。 ちょっと内楽感がで、ね。ちょっとあって。だから、せいこそなんか、うちらのさ、なんか、め、うん、名言、あの、迷う。迷っちゃって。出てる名言がさ、うん、結構面白いって言ってもらえるから、ね、そういうの、パーンってなってても面白いし。あ、心当たりはないけど。そういう名言が。なんすか。<laughs> 書いてある。T シャツとかもいいよね。<laughs> そうね名言 T シャツ <laughs>。なんすか T シャツ。なん。 スカシシャャツツはもう終わりだよてててたたら今壁何枚でですかか全員喧嘩るなちょっといろいろ案出したので練ってもらってねあと「あのハッシュタグテンスラジオ」でもしなんかこんなの作ってほしいとかあぜひねちょっと案とかいただけたら嬉しいなと グッズに関してもお願いします。はい,い、はい、ということで「テンスラジオ」の本編は、はい、文化放送インターネットラジオ「超 A&G+」にて、はい、毎週木曜日の夜9時から放送中ですので、うん、そちらもぜひチェックしてみてください。はいということでお相手は岡崎美穂と熊田あかでした。